ルルルンルンルンルルルンルンルルルン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 です。皆さんどうも元気ですか？ありがとうございます。皆さんのお元気な声聞こえてます。今日はですよ、この間のアンドビーのクリアクレンズウォーターナノバブル発生器が入って、えらい進化したでっていう話したと思うんですけども、それ以外にね、ぎょうさんまだね、あのスキンケアいうやつが出るいうことで、その紹介もね一緒にね今日はさせてもらおうと思って、またちょっとこちらにお邪魔しましたけども、よろしい？準備は OK ですか？いきますよ。じゃあ行ってみよう。まずはクレイワッシュ。グレーってね、グレーじゃないよ。柔らかな泥だけで洗い流す。違いますよ、クレイ、泥の方ですからね。こう泥でね、しっかりとね汚れを吸着して取ってしまおうやないかというやつが出たらしいんですよ。これ泡立たへんですね、泥はね。まあ取っていただいて、まあこれぐらいかな、これぐらい取っていただいて、このままこう香りにこうねなじましていっていただいて、汚れ取りますせーやつなんですけども、これね皮脂とかね、メイク汚れとかもこれね吸着してくれるんですよ、ね、きっちりきれいに取ってくれますって。まあこれは当たり前の話ですよね。でもね、アンドビーちょっと違うところ、これはね皮膚にはなんかね、ぎょうさん菌があるんですよ。ご存知でした皆さん？ぎょうさん菌があるんですよ。 A 菌もあれば悪玉菌やつもあるんですよ。その悪玉菌のコロニー、いわゆる巣やね、悪玉菌のコロニーを撃退言うてね、それをねきっちり洗い流してくれるやつですから、これ朝とかもね、泡バーッと立つとほら泡立ち良すぎて、なんかこう水でこう何回もやらなあかんでしょ。それもね手間も省けるいうことでね、ええんちゃいますのと思ってます。メイク落とすときはまずこちらで振っていただいてから、コットンつけてシャ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 って拭いていただいて、その後これでさっと洗い流していただいたら、ええ肌になるんちゃいますの？毛穴までごっそり汚れ取れるんじゃないのって感じですよね。はいはい。それからね、このブースターセラム導入病液ですよね、これをですね先に使うんですよ。これもう一滴ちょん、私の大きい方は二滴かなーってね、まあ夜は二滴使っていただいてもよろしい、朝は1滴で覚えておいて、夜は2滴しっかりね、しっかり水分入れるということでね。でこれもしっかりこう、こうやってしっかりこう、なんてハンドプレスってやつやね、ハンドプレスしながらしっかりこうやって入れていくの。もう見て、もう水分、もう私水ね、そんな感じよ、もうみずみずしい感じになってしまうわけですよ。こうやってもうとにかくね、このね肌私ねちょっとゴワゴワしてたのよ。もう夕ご飯どうしたの、あんたもしかしてサイか言うてね、どういうこと言うたら、あんたそのゴワゴワしてるでって言われたんですけど、もう最近言われない。もう夕ご飯柔らかい肌して触って、ちゃんやめてよ、ちゃんやめてよ言うてますからね。もうそれぐらいもう柔らかい、もう触りたくなるような肌になってきましたよいうことですよ。ターンオーバーもねきっちりとこうね進めてくれるっていうね、この美容液、これぜひぜひ最初にまず使ってます。あのファーストステップはもう水分をしっかり与えるための導入美容液ブースターを使っていただくってことですね。VC ミストってね今まであったんですけど、 VC ローションという名前が変わったんですけど、まあ、もちろんパワーアップもしてますと、保湿型ビタミン C はもう変わらず入ってますが、それ以外のことで言うならば、マスクとかでね荒れてしまったり乾燥してしまうっていう方多いでしょ。それにね特化した成分がぎょうさん入ってるっていうね、もう本当にこれもまたすごいものです。まあね最初はもう 5% からでよろしいと思います。もう 5% でも十分効果出ると思いますんで、 10% は私ピリつくわいう方はまずは 5% の方からちょっとねぜひトライしていただいてもええんちゃいますのと思ってます。これは VC ローションはさっきのが水分であれば、こっちの場合はもう整える、もう整列、もうピシッ、もう整えるピシッって感じですから。もうこれね、10代のちょっとニキビ出やすい方とかでもね、どうしたらええんやろっていう方ね、もうあのニキビから乾燥させた方がええんちゃうかみたいな感じで思われてる方もいらっしゃると思うんですけども、こういうのでさっぱり取っていただくね、汚れとかしっかり取っていただく、まあクレイとかでしっかりね余計な皮脂取っていただく、でその後これ使っていただければある程度効果出てくるんちゃうんかななんて、私ちょっとなんかない頭で思ってますよ。うん、ニキビとか気になってる方もぜひこれでええんちゃいますかと思っております。リップクリーム、
これも夜はちゃんとしっかり塗っとくの。こう、ひぎ、唇回しね。こう塗っていくに違って、ひぎ、こうやってね、塗ったらええんちゃうのと思ってます。なんでやねん。もう私のお母さんの時代やったら、もうみんなこう、ベロベロベロ舐めてましたよ。乾燥するわ、あえてベロベロベロ舐めて、余計血出るわ、みたいな感じだったんですけどね。私もそれを見て思ったの。これ、自分の唇回したらええんちゃうのね、この辺のマッサージは運動にもなるから思ってます。ただまああんまり人に見られんといて、これはもう人に見られるとやっぱちょっと恥ずかしいから、まあ、こうやっていただいて。次ですよ、リペアクリーム。やっとですよ、バリアオイルっていうのがあったんですけどね、このバリアオイルがちょっととりあえずね、一回ちょっと一旦お休みって聞いてます。このリペアクリームでええんちゃいますのと、このリペアクリーム、これもねあんまり出さんでええよ。もう私の大きい顔でまあこれぐらいかな、これぐらいでええんちゃうの。爪ね、こんな感じでええと思いますよ。これをトン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 ちょんとねつけていただいて、これマッサージです。これねめちゃくちゃしっとりするんですよ。これは肌を守る、残ってる、もうやめてよやめてよという感じなんですけど、これとにかく肌のバリア機能をねしっかりとねしっかりとねアップさせてくれるんちゃいますのっていう感じでね、なんか潤い膜が1枚ポーンとねある感じなんですよ。で潤い膜が嫌な膜違うんですよ。もうなんかねものすごくきっちり守ってくれてるみたいなね。 So you do have to worryウォーリーウォーリーを探せ言うてね、何の歌かわからんようになってるっていうね。もうこれはね人型のトリプルセラミドっていうのが入ってるらしくてですね、とにかく肌のバリア機能をサポート、守る守るって感じでございます。もうあなたを守るって感じのクリームやと思っていただいてもええんちゃいますかと思っております。もうこれはねいい感じです。あのマッサージもしやすいと思いますよ。夜ね、夜はしっかり軽くマッサージしていただく、まあ、朝特に一回やってほしいんですけども、クリームはまあまあまあ滑りよくしていただいたらええんちゃいますのと思ってますけども、たっぷり使いすぎてしまったら後でティッシュあるでしょ、ティッシュあるでしょ、これでねやりすぎたなと思ったの。私の場合こうやって目元のとこ、こうやって押さえるの、眉毛とか、眉毛でしょ、この目元でしょ、こういうとこ押さえとくの。あとこうお鼻ね、でついでに鼻くそもちょっと取っといたらええやん。もう一石二鳥やんね。抑えた後に鼻くそもちょっとチェックいう感じでやっていただいたらええんちゃいますのと思ってますよ。もうせっかくやからマッサージの話もちょっとしとこうかな思ってますけど、はい、マッサージね、もう私何回か話させていただいてると思うんですけどもね、しっかりと上上げていただく、ぐーんと上上げていただいたりとか、この目元のところを軽くこうやってマッサージしていただく、クマね、クマ気になってる方こうやってしっかりと保湿しながら、トトトトトトこう指でトトトトトトね、ね、こうやってブー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 ですよね。ほんでこのね目のここね、こうちょっとねこのなんかこうあるでしょ、開いてる目のこのちょっとこう開いてる空洞あるの分かります、骨のところ、ここちょっと押してあげるんですよね、ここガーンと押してあげる。そうするとね目のむくみなくなっちゃうよって感じですよね。であと鼻づまりが多い方とかもよく聞くんですよ、ここ押すの、鼻とちょっとこの頬骨のここ、この間のちょっと間が隙間あるんですよね、こういうとこちょっと押してあげるんですよ。こう押しながら鼻吸うんですよ、ね、吸ってる時に肩甲骨が後ろ行ってますよね、で吐く時に大きく息してこう首をこうグッと締めて二重顎を作ってこういう感じね、吐きながら自分のモーニングブレスをふわっとかきながら、モーニングブレスがめちゃくちゃ臭いでね、あとはもうこの辺ね、顎をちゃんと出すんやぞと、はい出てこいよ私の顎ってね、どこ行ったんや私の顎ってこうやってマッサージね、こうやってマッサージするのね、ロングロング顎ってね、ロングロングにさせてもらったりとかね、まあそんな感じでしていただいてもええんちゃいますのと思って、朝マッサージすること、あと今日さ乳頭つきもこうやってコロ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 こうやってねマッサージしていただく、この辺もしっかりクリーム塗っておいてくださいね、もう乾燥してたらもうねサインみたいになりますよ言うてね、こうしっかりクリーム塗りながらこうマッサージしていただいたらええんちゃいますのと
思っております。そうするとね、もう心すっきり顔すっきり言うてね、感じで一日なんかええ感じでね、遅れるに生活できるんちゃいますのと思っております。皆さんぜひぜひやってみて。おきにね。たくさんのヘアメイクを皆さんにご覧になっていただきたいと思っています。チャンネル登録よろしくお願いします。You said that you meant to, but you forgot.